開きかっこ拡散閉じかっこ韓国ホワイト国除外で8月28日から何が変わるの？ホワイト包括許可が利用不可能に。輸出企業への立ち入り検査が義務付けられる。韓国への輸出が許可されてしまいました。引用。韓国向け半導体材料輸出、一見許可政府、管理対象の拡大検討。8分の8、期、9時28分配信産経新聞。政府が韓国向けの輸出管理を厳格化したフッ化水素など半導体材料3品目に関し、国内メーカーから許可申請があった輸出1件を許可したことが7日、分かった。また、政府が輸出管理強化の一環として、軍事転用が容易な製品や技術の輸出を制限するリスト規制の対象品目の拡大を検討していることも分かった。審査の結果、軍事転用などの懸念がなければ輸出は許可するとの方針を政府は示しており、今回、輸出を許可したことで、韓国が主張する禁輸措置には当たらないことを示した形だ。米国なども問題意識を共有しており、政府は米国や欧州をはじめ、主要関係国とも協調しながら安全保障の観点からリスト規制の品目拡大の検討を進める。引用。個別輸出許可の審査が一件完了。対象はフォトレジストだそうだね。それにこの記事ではどれくらいの量だかがわからないよね。数十キログラムとかかもしれない。輸出管理が適切に行われていることをむしろ褒めるべき場面だと思うぞ。何しろ韓国が主張する禁輸だの輸出規制だのという話が嘘だったことを証明したわけだからな。だが輸出管理が強化されたという事実は消えないため、必然的に韓国経済は追い込まれていくことになる。今はグループ A という名前だが、韓国はここから外れてグループ B に転落することになった。今朝同じタイミングでこういう記事が出てきてるんだ。日本政府は韓国をホワイト国から外したものの個別許可品目の方は特に増やさなかったというものだ。これにより韓国は大半の品目でこれまで通りの包括許可を得られると愛国日報が報道している。引用。日本、追加規制しなかった、韓国財界は不確実性、依然と、1。8分の8、期、7時43分配信中央日報日本語版。日本政府が7日に公開した輸出規制施行最速に既存の半導体革新材料3品目の他に追加で個別許可品目が指定されていないことが確認された。中国、台湾、シンガポールなどがホワイト国ではないのに生産に支障が出ていないのは特別一般包括許可制度のため。引用。一般包括許可と特別包括許可は違うと思うんですけど。ここを韓国の研究員も愛国日報も把握してないから、今まで通りにガンガン輸入できると間違った結論を出してしまうわけだ。韓国向けはホワイト国から外れたことにより一般包括許可を利用することが不可能になり、今後は特別一般包括許可の枠組みを使わなくてはいけなくなったんだ。この点については日本のシステックが8月2日に出した PDF に詳しく書かれている。http://www.systec.or.jp/service/韓国/19080に韓国向けアンダーライン改善ウドット PDF。一般包括許可ホワイト包括で、特別一般包括許可特別包括ってことですよね。韓国向けにはこのホワイト包括を使えなくなったので、韓国への輸出を行う企業には厳格な自主管理が求められるというわけだ。どこぞの怪しい中小企業がここでドロップアウトすることになる。残った重要な大企業や中小企業が韓国側で正しく使われるということを厳格に証明しなくてはならないわけ。過去数年間で一度でも横流しがあった場合、輸出はまず無理だと思っていいだろう。第三国への移転も、厳しくチェックするって書いてあります。引用。ただし、輸出者が、最終用途、需要者等の懸念の有無、第三国移転等の懸念の有無は、輸出管理の基本として厳しくチェックするという条件が課せられている、ホワイト国向けでも同様。引用。ホワイト国向けでも同様という部分は原則的な話であって、実際にはそこまでいかめしいチェックがいらないということだと思う。ところが韓国がホワイト包括の対象から外れたため、
今度から最終受容者や第三国への移転がないかなどを厳しくチェックすることが明確に義務付けられたと判断できるわけだ。包括許可制度についての説明は22ページ目から書かれていて、そのすぐ後に立ち入り検査について書かれている。じゃあ、きちんと管理しないと日本企業が不利益を被るんですね。一番困るのは、日本なのでは。韓国にとっての手間が増えるわけじゃない。一番苦労するのはこれまで輸出管理をずさんにしてきた日本企業ということになる。一番困るのは半導体材料が個別管理になったサムスンや SK ハイニックスだがな。特別包括の場合は輸出管理内部規定の整備に加え実地調査の事前実施などが必要になるそうだ。経産省による日本の輸出企業への実地調査って意味だよ。これらの厳格な管理制度を適用した結果、韓国への輸出がこれまで通りに問題なくできる企業は一部に限られることになると思われる。ネットユーザーは、産経新聞さんの記事中にあるリスト規制の拡大について注目してました。リスト規制というのはキャッチオール規制よりもいかめしい内容で、具体的には武器や先端材料、通信関連、コンピューターなどが該当する。フッ化水素など3品目は原からここに含まれているんだ。キャッチオール規制というのは、リスト規制に含まれない品目であっても、軍事転用の恐れがある場合には別途規制をかけられるというものだ。ホワイト国向けにはこのキャッチオール規制が免除される。フッ化水素など3品目は原からリスト規制の対象となってるので、キャッチオール規制免除がなくなることについてはそこまで影響は出ないという話だ。今まで許可が不要だった品目にも許可が必要になるかもね。もっともこれは韓国向けに限らず全てそうだがな。引用。開きかっこ韓国ホワイト国除外で28分の8から何が変わるかと字かっこ。1一般包括許可、ホワイト包括、が使えなくなる。リスト規制に該当する品目は全て許可が必要。輸出企業には輸出管理内部規定の整備が義務付けられる。経産省による輸出企業への実地調査を事前に行う必要がある。2キャッチオール規制の対象国になる。リスト規制に該当しない品目でも、軍事転用の恐れがあれば許可が必要に。フッ化水素など3品目はもともとリスト規制対象品目なのでさほど影響なし。引用。キャッチオール規制についてはこのページを復習してほしい。https://www.mech.go.jp/policy/anpo/anpo03.html 輸出管理フローチャートも作った。引用。開きかっこ経産省輸出管理フローチャートと字かっこ。1品目はフッ化水素、フォトレジスト、フッ化ポリイミドで輸出線は韓国か。ならばはい、個別許可。ならばいいえ。2へ。2リスト規制品目か。ならばはい、3へ。ならばいいえ、4へ。3ホワイト国、グループ A、向けか。ならばはい、一般包括許可、ホワイト包括。ならばいいえ、特別一般包括許可、特別包括。4キャッチオール規制の対象になるか。ならばはい、5へ。ならばいいえ、許可不要。5ホワイト国、グループ A、向けか。ならばはい、許可不要。ならばいいえ、特別一般包括許可、特別包括。引用。結論としては、やはり韓国のホワイト国削除は相当大きな影響があるということになる。加えてリスト規制の品目増加や今後個別許可が必要な品目が増えるかなども注目すべきポイントだ。https://news-us.org/article-20190808-00191435-korea